こんばんは。原作の久住正幸です。今日は西荻窪に来ています。西荻窪っていうのはちっちゃな駅のようなんだけど、個人の小さなお店がいっぱい集まってて僕大好きなんですよね。こういう感じ楽しくて。じゃあ行ってみましょう。あ、幼稚園児が遊んでますね。バイバイ。あ、海ですね。広いな。危ないな。カラスが多いですね、これ。野犬ですか？珍しいですね。あ、羊だ。あ、豚もいる。